品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、令和元年12月11日第2147号をお届けします。皆様こんにちは、いかがお過ごしですか。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。1番は品川、品川区の魅力を発信中。2番、品川区の姉妹友好都市の魅力を知ろう。3番、情報ファイル講座講演。4番、情報ファイル女性。5番は品川プレミアム付き商品券販売のお知らせ。6番、子育てピックアップ。7番、情報ファイル催し。8番、情報ファイル国保年金。9番、お知らせ。10番、健康ガイド。11番、応急診療所のご案内。12番、こんな時には国民健康保険の届け出をお忘れなく。13番、ボランティアコーナー。14番、レッツスポーツ。15番、情報ファイルお知らせ。16番、品川レポート。以上の順にお伝えしてまいります。なお、これからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 第二庁舎6階文化観光課文化振興係、電話 5742-6836 番、障害学習係、電話 5742-6837 番、ファックスは共通で 5742-6893 番、スポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話 5742-6838 番、ファックス 5742-6585 番。品川区スポーツ協会総合体育館、郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2 電話 3449-4400 番、ファックス 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時まで、土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館、郵便番号 142-0042 豊町 2-1-17 電話 3781-6600 番、ファックス 3781-6699 番。以上です。催しなどで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方です。詳しくは各担当にお尋ねください。内容についてのお問い合わせは電話代表 3777-1111 番までどうぞ。また区のホームページをご利用ください。アドレスは https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。なお、声の広報の記事の中でホームページアドレスをお伝えする際、冒頭の http://あるいは https://は省略していますのでご了承ください。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは、和品川、品川区の魅力を発信中をお伝えします。ここはどこでしょう。品川区と聞くとどのような街並みをイメージしますか。区内にはまだまだ魅力的な風景がたくさんあります。品川区シティプロモーションでは、写真や動画を共有するアプリインスタグラムを活用して区内の魅力的な風景を紹介しています。ぜひご覧ください。墨字版1ページには1から12までの品川区内の魅力的な風景写真が掲載されています。場所は1、大井町駅中央口前平和の地改造。2、子どもの森公園。3、品川歴史館品川宿模型。4、旧東海道。5、旧東海道沿いの路地。6、天王洲。
7八潮大井車両基地、8八潮団地から見る京浜運河と夕焼け、9新明児童遊園、10池田山公園、11戸越公園、12戸越公園です。インスタグラムcity.shinagawa フォローしてください。品川区の風景やイベントの様子などをハッシュタグは品川をつけて投稿しています。皆様もハッシュタグは品川をつけてお気に入りの品川区の写真を投稿してください。ハッシュタグまるで品川区じゃないみたい、見慣れた風景をフォトジェニックに。インスタグラム特派員のゆいさんが区内の見慣れた風景を撮影し、まるで品川区じゃないみたいと思わず口にしてしまうような、そしてつい行ってみたくなるような魅力的なスポットとしてインスタグラムで紹介しています。品川区シティプロモーションでは様々なメディアを活用しています。皆さんも一緒に品川区の魅力を発信しましょう。品川区に住み続けたい理由とは、は品川シティプロモーション特設サイト。皆さんのお気に入りの品川区を自由に発信してください。は品川自慢 Facebook グループ品川自慢、広報番組など800以上のタイトルを公開中。品川区公式 YouTube チャンネル品川ネットテレビ。七福神巡りでオリジナルフォトフレームをゲットしよう。は品川巡り、ここ知る品川。品川区チャンネルを開設しました。スマートニュース品川区チャンネル。以上、お問い合わせは広報広聴課シティプロモーション担当、電話5742-6043番、ファックス5742-6870番です。品川区の魅力を発信中をお伝えしました。次は品川区の姉妹友好都市の魅力を知ろうをお伝えします。品川区にゆかりのあるポートランド市、ジュネーブ市、オークランド市とは姉妹友好都市として提携しており、さまざまな交流事業を通して絆を深めています。今号では3都市と品川区のつながりや交流について紹介します。姉妹都市ポートランド市、場所アメリカ合衆国メイン州。定型日昭和59年10月13日。面積 55.19 平方キロメートル。人口およそ6万7000人。2019年1月。アメリカメイン州の経済文化の中心を担う歴史的な街並みの美しい風光明媚な避暑地。区内の史跡、大森貝塚の発見者、エドワード・S・モース博士の生誕地がポートランド市であるという歴史的なつながりをきっかけに、姉妹都市提携が実現しました。青少年スポーツ交流事業を行ったり、区内の小中学校とポートランド市の学校が姉妹校関係を結ぶなど、青少年を中心とした交流が盛んです。令和元年に交流35周年。令和元年7月16日、メイン州ポートランド市庁舎で、品川区ポートランド市姉妹都市提携35周年記念式典が行われました。今まで7回行われた青少年スポーツ交流などを通じて、今後も交流を続けていくことを互いに確認しました。友好都市、ジュネーブ市。場所、スイス連邦ジュネーブ州。定型日、平成3年9月9日。面積 15.93 平方キロメートル。人口およそ20万2000人。2019年1月。アルプスの大パノラマが織りなす雄大な自然に囲まれた数々の国際機関を有する国際都市。
19世紀に海外の展示会に出品するために持ち出された後、行方不明になっていた本泉寺の梵鐘が、1919年にジュネーブ市内のアリアナ美術館で発見されました。この梵鐘が縁で友好都市となりました。各年で相互に青少年派遣を行うなど、青少年派遣受け入れ事業も活発です。平成28年に交流25周年。平成28年9月16日、スイス連邦ジュネーブ市庁舎で、品川区ジュネーブ市友好憲章締結25周年記念式典が行われました。本泉寺の梵鐘を契機として生まれた友情と、今後も青少年、相互派遣などを通じて交流を続けていくことを確認しました。友好都市、オークランド市、場所、ニュージーランド、定型日、平成5年5月17日、面積4894平方キロメートル、人口およそ169万6000人、2019年1月。海岸線や港にたくさんの帆船が行き交う壮観なシティ・オブ・セイルズ、帆の街。もともと区は1987年以来、ニュージーランドのマウント・ロスキル市と友好関係を深めてきました。マウント・ロスキル市は非核平和宣言を行っていて、南半球のほぼ同緯度に位置し、四方が海に囲まれているという共通点があったからです。1989年に同市がオークランド市に合併されたため、それまで築いた関係を継続させていくために友好都市を締結しました。平成30年に交流25周年。平成30年7月31日、品川区庁舎で、品川区オークランド市友好都市協定締結25周年記念式典が行われました。共に世界平和を願い、青少年相互派遣などの交流を今後も続けていくことを互いに確認しました。姉妹友好都市への青少年派遣、その魅力は？国際交流の推進と外国の方に開かれた地域社会づくりを目指す品川区国際友好協会、サイファ。姉妹友好都市への青少年派遣や青少年ホームステイの受け入れといった交流事業や、在住外国人のための日本語教室など、国際交流のための幅広い活動を行っています。今回は青少年派遣に参加した学生に話を伺いました。ポートランド市青少年スポーツ交流、宮越凛吾さん、2018年8月6日から17日、派遣当時、中学3年生。ポートランドでホームステイをしながらバスケットボールの試合に参加しました。言葉の壁はあったのですが、それだけに挨拶と笑顔の大切さを感じました。おかげで今も交流は続いています。将来は海外交流に携わる仕事に就きたいです。交流事業に興味のある人はぜひ参加して、自分をさらけ出して楽しんでください。ジュネーブ市青少年ホームステイ、阿久津琴美さん、2019年7月30日から8月15日、高校1年生。自然豊かな場所でホストファミリーに本当の家族のように愛してもらいながら、異文化を肌で感じる非日常的な時間を過ごしました。ジュネーブ市はフランス語圏で、その言葉にも魅了され、話せるようになりたいと強く思うようになりました。進学などの自分の将来についてもじっくりと考えるようになりました。ジュネーブでの経験を自分の糧としていきたいです。オークランド市青少年語学研修、高山優斗さん、2019年7月27日から8月20日、中学2年生。英語は苦手でしたが、
外国で生活して人と関わる体験をしたくて研修に参加しました。現地ではたとえ英語が下手でも勇気を出してコミュニケーションをする楽しさを知り、失敗を恐れずに積極的に行動することの大切さを学びました。これからもいろいろな国に行ってニュージーランドの文化や生活と比較してみたいです。お問い合わせは品川区国際友好協会電話 5742-6517 番です。姉妹友好都市ゆかりの地。実は区内にはそれぞれの姉妹友好都市との交流を実感できるスポットがさりげなく点在しています。少し足を伸ばして海外とのつながりを身近に感じてみましょう。ジュネーブ市。南品川 3-5-17 本泉寺梵鐘。ジュネーブ市と友好都市を締結するきっかけとなった梵鐘。ヨーロッパで行方不明になった後、ジュネーブ市アリアナ美術館で発見され、本泉寺に返還されました。ジュネーブ市南品川 2-4 第一京浜国道から東品川 4-12 ジュネーブ平和通り。品川区とジュネーブ市の友好親善発展を願って命名された通り、アベニュドゥラベ、平和への道というフランス語の標識はジュネーブ市からの寄贈。ジュネーブ市東品川 4-12-6イオンスタイル品川シーサイド前広場、花時計。ジュネーブ市との友好憲章締結10周年を記念して贈呈された時計の針を、レマン湖畔にあるジュネーブ市の花時計を模して2003年に設置した花時計です。ポートランド市、大井 6-21-6、大森貝塚遺跡庭園。ポートランド出身のモース博士が1877年に研究のため来日した際発見した遺跡です。現在は標本などがあり、縄文時代や大森貝塚について学べる場所になっています。ポートランド市、大井 6-11-1 品川歴史館。大森貝塚で発掘された資料などが展示されており、他にも東海道第一の宿場であった品川宿に関する展示などで品川の歴史を学ぶことができます。ポートランド市、東大井 5-23-34 品川郵便局ポスト。ポートランド市との姉妹都市締結5周年に区が日本のポストを寄贈した返礼として10周年となった1994年にポートランド市から寄贈されたポストです。オークランド市、勝島 3-2-1 品川区民公園内、品川水族館、トンネル水槽。オークランド市のケリータールトン水族館を参考に作られました。品川とゆかりのある海や川との触れ合いをテーマにしています。お問い合わせは地域活動課国際担当。電話 5742-6691 番、ファックス 5742-6878 番です。品川区の姉妹友好都市の魅力を知ろうをお伝えしました。続いて、情報ファイル講座講演です。講演会、知ってる？食物アレルギー。アレルギーを持つ人も持たない人も知っておきたいこと。1月17日金曜日午後2時から4時、場所は第三庁舎6階区役所講堂。講師は昭和大学病院小児科教授の今井孝則氏。定員は先着で100人。託児があります。区内在住で生後4ヶ月から就学前のお子さん先着で10人です。お申し込みお問い合わせ1月16日木曜日、託児希望の方は1月9日木曜日までに電話かファックスで講演会名、住所、氏名、電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名、性別、生年月日を生活衛生課食品衛生担当へお知らせください。
電話 5742-9139 番、ファックス 5742-9104 番です。アレルギー講演会、アレルギーマーチの予防と基礎知識。2月1日土曜日、午後2時から4時、場所は西五反田 6-5-1、五反田文化センター。内容、食物アレルギー、喘息、アトピーなど、子どもの成長とともに連鎖的に発症しやすいアレルギー全般について。講師は昭和大学病院小児科教授の今井孝則氏。対象、区内在住でアレルギー疾患のお子さんがいる保護者か、区内在勤の教職員、抽選で40人。託児があります。1歳から就学前のお子さん、抽選で若干名です。お申し込みお問い合わせ、1月7日火曜日までに必ず届くように、はがきかファックスに、講演会名、住所、氏名、電話番号、教職員の方は勤務先の名称、所在地、託児希望の方はお子さんの氏名、性別、生年月日を郵便番号 140-8715 品川区役所健康課公害保障係へお送りください。電話番号は 5742-6747 番、ファックスは 5742-6883 番です。区のホームページから電子申請もできます。事業承継セミナー、1月23日木曜日、午後3時から5時。場所は大田区萩中 2-2-1、爽やか信用金庫、羽田本部。内容、経営承継円滑化法を申請した実際の企業から学ぶ事業承継の落とし穴。自己診断チェックシート付き。講師は事業承継センター、代表取締役金子和則氏。対象は区内中小企業の経営者、先着で30人。申し込み方法など詳しくは区のホームページをご覧になるかお問い合わせください。お申し込みお問い合わせ、商業ものづくり課中小企業支援係、電話 5498-6340 番、ファックス 5498-6338 番です。経営者と後継者で作る事業承継計画策定研修。2月13日、20日、27日の木曜日、午後6時から9時、全3回。場所は北品川 5-5-15、品川産業支援交流施設。講師は事業承継センター取締役、石井照幸氏。対象は区内中小企業の経営者と後継者、先着で10社。なお、1社2人までです。申し込み方法など詳しくは、区のホームページをご覧になるかお問い合わせください。お問い合わせは、商業ものづくり課中小企業支援係、電話 5498-6340 番、ファックス 3787-7961 番です。若者向け就業支援セミナー、1月18日土曜日、午前10時から午後0時半。場所は西品川 1-28-3 中小企業センター。内容、若手のための質問力、良い質問が自分の成長につながる。講師は産業カウンセラーの神谷俊康氏。対象は39歳以下の在職中か就職活動中の方、先着で28人。お申し込みお問い合わせ、電話で商業ものづくり課就業担当、電話 5498-6334 番、ファックス 5498-6338 番へどうぞ。ホームページからも申し込めます。アドレス www.shinagaw-sigoto.jp/ です。情報ファイル、講座講演でした。代わって情報ファイル女性です。太陽光発電システムを設置する際に要する経費の一部を助成します。
区民の方への助成、助成額は1キロワットあたり3万円、上限9万円。助成予定件数は先着で30件です。中小企業者、社団法人、社会福祉法人などへの助成、助成額は1キロワットあたり3万円、上限15万円。助成予定件数は先着で5件です。いずれも対象の主な要件、機器設置工事が完了し、電力需給契約における電力需給開始日が平成31年4月1日以降、区内在住で住民税を滞納していないか、法人事業税などを滞納していない、工事対象住宅、物件の所有者か、所有者から工事などの承諾を得ている賃借人、過去にこの制度に基づく助成を受けていないなどです。お申し込みお問い合わせ、3月19日木曜日までに必ず届くように、環境課で配布する申請書を、郵便番号 140-8715 品川区役所本庁舎6階、環境課環境管理係へ、郵送か持参でお願いします。こちらの電話は 5742-6949 番、ファックスは 5742-6853 番です。予算額に到達した時点で受付終了です。申請書は区のホームページからダウンロードもできます。以上、情報ファイル助成でした。品川区臨時商品券事業 25% もお得は、品川プレミアム付き商品券販売のお知らせです。住民税非課税者や幼いお子さんがいる子育て世帯の負担緩和と消費下支えのため、 25% のプレミアムがついたは品川プレミアム付き商品券を販売しています。対象の方1人当たり最大2万5000円分の商品券を2万円で購入可能です。区内の商店、大型店でお得にお買い物ができます。ぜひご購入ください。対象者、2019年1月1日に品川区に住民登録があり、次の A か B に該当する方、両方に該当する場合も対象となります。 A、 2019年度特別区民税が非課税の方、課税者に扶養されている方、生活保護受給者は対象外です。購入限度は1人につき5冊までです。 B、 2016年4月2日から2019年9月30日に生まれた子がいる世帯の世帯主、こちらの購入限度は対象のお子さん1人につき5冊までです。1冊あたり5000円分の商品券を4000円で購入できます。使用までの流れです。1、申請する。先ほどお伝えした A に該当すると思われる方には申請書を送付しています。必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて申請してください。 B の子育て世帯の方は申請不要です。2、購入引換券が届く。 A の方の中で12月2日月曜日までに申請した方と、 B の方に商品券を購入するための引換券を順次送付しています。なお、12月3日火曜日以降に申請した方へは審査後 1,2 週間後に発送します。 3、 商品券を購入。送付された引換券と本人確認書類、購入代金を持って区内郵便局で商品券を購入してください。購入期限は令和2年1月31日金曜日までです。 4. 商品券を使う。区内の商店やイトーヨーカ堂、大井町店、山田電機、赤ちゃん本舗など大型店で使用できます。使用できる店舗や事業の詳しい説明は区のホームページ、トップページ、産業文化観光、
品川区臨時商品券事業のお知らせをご確認ください。使用期限は令和2年2月29日土曜日までです。現在区内在住で他自治体より引き換え券を交付された方は西品川 1-28-3 中小企業センター2階商業ものづくり課で品川区の購入引き換え券と交換できます。受付時間は午前8時半から午後5時土曜日曜祝日を除きます。お問い合わせ品川区臨時商品券事務センター電話6734-6585番。受付は土曜日曜祝日を除く午前8時半から午後5時です。その他商業ものづくり課臨時商品券事業担当でも問い合わせを受け付けます。こちらの電話は 5498-6341 番、ファックス 5498-6338 番です。和品川プレミアム付き商品券販売のお知らせでした。次は子育てピックアップです。高校生までを対象とした講座、スポーツや子育てに関する情報です。塾代などを支援します。中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用や受験費用について貸付を行います。申し込み期限は2月5日水曜日、期限後の申し込みはできません。貸付額、受講料、実費、上限20万円、高校受験料、実費、上限2万7400円、大学受験料、実費、上限8万円です。対象は次のすべてに当てはまる方、20歳以上で世帯の生計中心者、預貯金などが600万円以下、土地、建物を所有していない、ただし自己居住用は除きます。都内に引き続き1年以上住民登録をしている。生活保護受給世帯でない。暴力団員が属する世帯の構成員でない。そして、世帯、父母など養育者の総収入、または合計総所得が一定基準以下の方です。それでは、給与収入、年金収入のみの場合の基準額をお伝えします。世帯人数2人、一般の基準額は271万7000円以下、一人親世帯301万8000円以下、3人、一般は334万3000円以下、一人親世帯378万8000円以下、4人、一般は386万4000円以下、一人親世帯441万5000円以下。5人、一般は441万5000円以下。一人親世帯は483万2000円以下です。なお、営業所得など給与収入以外の所得がある場合は、総所得で確認してください。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは生活福祉課相談係。電話 5742-6545 番、ファックス 5742-6798 番です。ひとり親家庭、親子うどん作り体験、1月19日日曜日、大崎駅北口改札前、午前10時半集合、午後2時半ごろ解散。場所は大崎 1-5-1、丸亀製麺。対象は、一人親家庭の親子、抽選で40人。ただし、お子さんは5歳以上の方とします。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。お申し込み、12月27日金曜日、午後5時半までに、電話かファックス、E メールで、参加者全員の住所、氏名、年齢、学年、電話番号、お子さんの性別を、品川区ひとり親家庭福祉協議会へお願いします。電話番号は 6417-1295 番、
受付は月曜日から金曜日の午前10時から午後5時半。ファックスは 6417-1296 番。e メール shinagawaku.with@krf.biglobe.ne.jp です。お問い合わせは子ども家庭支援課ひとり親相談係、電話 5742-6589 番、ファックス 5742-6387 番です。ママのリフレッシュタイム単発講座、ヨガロマ親子編。親子でできる簡単なポーズやストレッチでスキンシップをしながら心も体もリフレッシュしてもらう講座です。1月11日土曜日午前10時から11時半。場所は西中延 1-2-8 平塚橋悠遊プラザ。対象は区内在住か在勤で4歳から小学生のお子さんと保護者、抽選で15組。お申し込みお問い合わせ、12月24日火曜日までに必ず届くように、往復はがきかファックスに、口座名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号、E メールアドレス、お子さんの振り仮名を振った氏名、年齢、学年を、郵便番号 140-8715、品川区役所子ども育成課庶務係へお送りください。電話番号は 5742-6692 番、ファックス 5742-6351 番です。区のホームページから電子申請もできます。ひとり親家庭等医療証の現況届更新の手続きはお済みですか？現在、医療証をお持ちの方の有効期限は12月31日火曜日です。1月以降も引き続き医療費助成を受けるには、現況届による更新の手続きが必要です。資格をお持ちの方には、すでに現況届用紙を送付しました。まだ提出していない方は、至急提出してください。現在、医療費助成を受けていないひとり親家庭等の方で該当する方は、新たに申請することで、申請日からひとり親家庭等医療費助成が受けられます。お問い合わせは、本庁舎7階、子ども家庭支援課手当医療助成係、電話 5742-9174 番、ファックス 5742-6387 番です。ひとり親家庭への支援についてお知らせします。ひとり親家庭を対象に相談、資金の貸し付けや手当などの支援を行っています。どうぞご利用ください。それでは主な事業、曜日など内容の順にお伝えします。ひとり親家庭の相談、月曜日から金曜日、予約が必要です。生活上の問題について母子、父子、自立支援員が相談を受け付けています。家庭相談、火曜、木曜、金曜、予約が必要です。離婚にあたってのさまざまな手続きや生活上の相談に相談員が応じます。就業相談、火曜、水曜、金曜、予約が必要です。専門の相談員が一人親の方の就職に向けて個々の状況に応じたきめ細かい支援を行います。東京都母子父子福祉資金、月曜日から金曜日、予約が必要です。経済的自立を支援するため、面談と審査の上、必要な資金を貸し付けます。貸し付けまでに日数がかかりますので、早めにご相談ください。児童育成手当、児童扶養手当、月曜日から金曜日。所得制限などがあります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは、子ども家庭支援課手当医療助成係。電話 5742-9174 番、ファックス 5742-6387 番です。ひとり親家庭のしおりをご活用ください。しおりでは、先ほどお伝えした他にも、ひとり親家庭を対象とした支援について案内しています。子ども家庭支援課の窓口で配布しています。相談予約、お問い合わせは、
本庁舎7階、子ども家庭支援課、ひとり親相談係、電話 5742-6589 番、ファックス 5742-6387 番です。子育てピックアップでした。続いて、情報ファイル催しです。第279回日曜コンサート、12月15日日曜日、午後1時半から3時。曲目は、ベートーベン作曲、ピアノソナタ、第24番、作品78、テレーゼ。演奏は、品川クラシック音楽協会。観覧希望の方は、当日直接、会場の西品川 1-28-3、中小企業センター3階、レクホールへお越しください。お問い合わせ電話番号は、3787-3041 番、ファックスは 3787-7961 番です。品川清掃工場個人見学会、12月21日土曜日、午前10時から11時半、現地集合解散です。内容はビデオなどによる説明と施設見学。対象は先着で50人。場所、お申し込み、お問い合わせ。12月19日木曜日午後3時までに電話でヤシオ 1-4-1 品川清掃工場へお願いします。電話は 3799-5353 番、ファックス 3799-5005 番です。なお、聴覚障害などがある方は専用のファックス送信票により受け付けます。送信票はホームページからダウンロードできます。アドレス www.union.tokyo/nisou.lg.jp/kengakusu/index.html です。劇団四季ファミリーミュージカル裸の王様好評発売中。世界中の人々に愛された童話をもとに、詩人劇作家の故寺山修司が劇団四季のために書き下ろしたミュージカル。12月26日木曜日午後5時開演、27日金曜日午前11時開演。場所は大井町駅前キュリアン大ホール。料金は S 席5500円、小学生以下は3300円、 A 席は3300円、小学生以下2200円です。お問い合わせはチケットセンターキュリア、電話 5479-4140 番、ファックス 5479-4160 番です。情報ファイル催しでした。代わって情報ファイル国保年金です。人間ドック受診助成事業のご案内。40歳以上の品川区国民健康保険か後期高齢者医療制度加入者で、国保基本健診か後期高齢者健康審査を受診せずに人間ドックを受診した場合、申請によって受診にかかる費用の一部が助成されます。申請方法や助成の条件など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ、国保医療年金課保険事業係、電話 5742-6675 番、ファックス 5742-6876 番です。1月31日まで国保基本健診無料。受診券、問診票、保険証を持って区内契約医療機関で受診してください。お問い合わせ国保医療年金課保険指導係、電話 5742-6902 番、ファックス 5742-6876 番です。情報ファイル国保年金でした。次はお知らせです。成人式記念式典にご参加ください。新成人が実行委員として、9
記念式典の司会やイベントの運営を行います。皆さんの参加をお待ちしています。1月13日祝日午前11時から、受付は午前10時半から。場所は大井町駅前キュリアン。対象は区内在住で平成11年4月2日から12年4月1日生まれの方。対象の方には12月中に案内状を送付します。お問い合わせ総務課総務係、電話 5742-6625 番、ファックス 3774-6356 番です。令和2年版ゴミリサイクルカレンダーに誤りがありました。11月25日月曜日までに配布したカレンダーの日にちなどの記載に誤りがありました。お手数ですが、修正版のカレンダーをお近くの区の施設で受け取っていただくか、清掃事務所へご連絡くださいますようお願いします。お問い合わせ品川区清掃事務所リサイクル推進係、電話 3490-7098 番、ファックス 3490-7041 番です。品川区民活動情報サイト品川スマイルネットに登録しませんか？ホームページアドレス shinagawa-smile.net/区のホームページからもご覧いただけます。お問い合わせ地域活動課共同推進係、電話 5742-6693 番、ファックス 5742-6878 番です。年末のゴミ資源収集のお知らせ。12月31日火曜日までゴミ資源の収集は曜日通り行います。ゴミ資源とも午前8時までにお出しください。ただし一部の早朝収集地域を除きます。1月1日祝日から3日金曜日はすべてのゴミ資源の収集はお休みです。分別されていないゴミ資源は回収できません。12月31日火曜日の燃やすゴミ収集対象地区です。大井1丁目から7丁目、平塚1丁目から3丁目、ボナール戸越を除きます。勝島1丁目から3丁目、中延1丁目から6丁目、西中延1丁目から3丁目、西大井1丁目、4-28から32を除きます。そして西大井2丁目から5丁目、6丁目1以外です。東中延1丁目2丁目、西品川2丁目3丁目、旗の台2丁目から5丁目、東大井6丁目17、南大井1丁目から5丁目、6丁目18以外、八潮5丁目40から69号棟、若草荘です。12月31日火曜日、資源回収対象地区です。大崎1丁目から5丁目、荏原5丁目から7丁目、勝島2丁目、小山4丁目から7丁目、上大崎1丁目、旗の台1丁目、6丁目、北品川4丁目から6丁目、西五反田1丁目、そして東五反田1丁目から5丁目です。お問い合わせは品川区清掃事務所、品川庁舎、電話 3490-7051 番、ファックス 3490-7041 番、荏原庁舎、電話 3786-6552 番、ファックス 3783-5780 番です。品川水族館品水のお正月2020、お正月バージョンのショーにも注目。寝年にちなんだ魚を展示します。期間は1月2日木曜日から7日火曜日、開館時間午前10時から午後5時、入館は午後4時半まで。入館料1350円、小中学生600円、4歳から就学前は300円、65歳以上の方は1200円です。区内在住在勤在学の方は各自住所など確認できるものを提示で800円、400円、200円、
700円の料金になります。守るっちの提示も可能です。休館日は火曜日、1月1日祝日です。なお12月24日、31日、1月7日の火曜日は開館します。場所お問い合わせ、勝島 3-2-1 品川区民公園内品川水族館、電話3762-3433番、ファックス3762-3436番、ホームページアドレス https://www.aquarium.gr.jp/ です。お知らせでした。健康ガイドをお伝えします。お問い合わせ先からです。品川保健センターは郵便番号 140-0001 北品川 3-11-22、 電話は 3474-2225 番、ファックスは 3474-2034 番。大井保健センターは郵便番号 140-0014、 大井 2-27-20、 電話は 3772-2666 番、ファックスは 3772-2570 番。エバラ保健センターは郵便番号 142-0063、 エバラ 2-9-6、電話は 3788-7016 番、ファックスは 3788-7900 番です。では内容をご案内してまいります。2人で子育て両親学級、日程は3つあります。1が品川保健センターで2月16日日曜日、午前9時半から午後0時半、そして午後1時半から4時半です。2は大井保健センター、2月8日土曜日に行います。午前10時から午後1時、そして午後2時から5時です。3はエバラ保健センター、こちらは2月1日土曜日、午前9時半から午後0時半です。内容は、沐浴実習、講義赤ちゃんとの生活、そしてマタニティリラクセーションほかです。対象は区内にお住まいで初めての出産を控えた妊娠22週以降のカップルです。定員は1の品川保健センターと3の荏原保健センターはそれぞれの時間帯24組。そして2の大井保健センターはそれぞれの時間帯16組です。いずれも先行になります。申し込み方法です。1月13日祝日必着で往復はがきで申し込んでください。はがきに2人で子育てと明記し、希望日時、これは第3希望まで書いてください。そしてお二人の住所、氏名、電話番号、 E メールのアドレス、出産予定日をお知らせください。申し込み先は郵便番号 150-0012 渋谷区広尾 5-6-6 広尾プラザ5階ポピンズ品川区係です。区のホームページ、こちらからも申し込めます。ホームページ、子ども教育から妊娠・出産、妊娠中のサービス、そして2人で子育て両親学級土日開催と進んでください。お問い合わせは各保健センターへどうぞ。次は母乳相談です。母乳育児のポイントについて助産師の話を聞いてみませんか。1月9日木曜日午後3時10分から4時10分まで。対象はおおむね 1、2ヶ月児の母親。定員は先着で20名です。お申し込みは電話で会場の品川保健センターへどうぞ。お問い合わせもこちらへどうぞ。電話番号は 3474-2903 番です。続いて第7回引きこもりホットタイムリボンの会家族懇談会のご紹介です。不登校や引きこもりなどの生きづらい状態にある本人や家族と一緒に地域に密着した懇談会を開催します。
12月21日土曜日午後1時半から4時まで。対象は不登校、引きこもりなどの生きづらさを抱えた本人、家族、関係者、テーマに関心のある方。定員は20名です。こちら当日直接会場へお越しください。会場は大井 1-14-1 品川区社会福祉協議会。お問い合わせもこちらへどうぞ。電話番号は 5718-1273 番、ファックスは 5718-1274 番です。代わって自分でできる産後ママのボディケア第7クール。骨盤ケア、腱鞘炎予防など産後の体に優しい運動を助産師が指導します。日程は1月9日、23日、2月6日、いずれも木曜日です。時間は午前10時から11時半、全部で3回のコースになります。会場は大崎 2-7-13 大崎悠々プラザ。対象は区内在住か在勤で生後1ヶ月から3ヶ月の乳児と母親、定員は先着で15組です。なお同じ部屋での見守り託児を行います。こちら先着で6名です。申し込み方法です。12月24日火曜日必着で往復はがきまたはファックスでお願いします。申し込む際は産後ママのボディケア第7クールと明記して住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、電話番号、ファックス番号、 E メールのアドレス、見守り託児希望の方はお子さんの振り仮名をつけた氏名、月齢をお知らせください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所子ども育成課庶務係。電話番号は 5742-6692 番、ファックスは 5742-6351 番です。区のホームページから電子申請も受け付けています。以上、健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。まず小児平日の夜間です。診療時間は月曜日から金曜日の午後8時から午後11時まで。受付は午後10時半まで。診療場所は品川区子ども夜間救急室畑野台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階です。電話は 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。次は休日の昼間と夜間です。診療時間は午前9時から午後10時まで。受付は午後9時半まで。12月15日日曜日は内科と小児科品川区医師会休日診療所北品川 3-7-25 です。電話は 3450-7650 番。そしてもう一箇所、荏原医師会休日診療所中延 2-6-5 です。電話は 3783-2355 番です。薬局は品川薬剤師会薬局北品川 3-11-16 電話は 3471-2383 番。荏原休日応急薬局中延 2-4-2 電話は 6909-7111 番です。代わって休日の昼間です。診療時間は午前9時から午後5時まで。受付は午後4時半までになります。12月15日日曜日、内科と小児科は柿島医院大井 3-21-10 電話は 3775-5171 番。歯科は陽光歯科クリニック西五反田 8-4-15 電話は 3490-1390 番。
蛇久保歯科双葉 2-4-2 電話は 3781-1370 番。接骨院は根岸接骨院東五反田 5-26-6 電話は 3441-8787 番。押田接骨院小山 2-8-13 電話は 3787-8036 番。土曜日の夜間です。診療時間は午後5時から午後10時まで、受付は午後9時半まで。12月14日土曜日、小児科は品川区子ども夜間救急室旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階、電話は 3784-8181 番。こちら外傷は対応できません。重症の方は119番をご利用ください。また受付時間にご注意ください。医療機関の24時間案内です。東京都保健医療情報センターひまわり、電話番号は 5272-0303 番、ファックスは 5285-8080 番です。救急車を呼ぶのに迷った場合は救急相談センターへ電話してください。電話番号は#7119 番です。IP 電話などからは 3212-2323 番です。お子さんの急な病気に困ったら小児救急電話相談もご利用ください。電話番号は#8000 番、 IP 電話などからは 5285-8898 番です。こちら月曜日から金曜日の午後6時から翌日の午前8時まで受け付けます。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前8時から翌日の午前8時まで受け付けます。眼科救急の応急診療です。東邦大学医療センター大森病院大田区大森西 6-11-1 電話番号は 3762-4151 番。こちらは日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日です。昭和大学病院附属東病院西中延 2-14-19 こちらは電話 3784-8383 番です。こちらは日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日です。そして荏原病院大田区東雪ヶ谷 4-5-10 電話は 5734-8000 番です。こちらは祝日を含む木曜日です。この眼科救急の応急診療、日曜日と祝日は午前9時から翌日の午前8時まで、月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで、土曜日は正午から翌日の午前8時までになります。緊急手術や重症患者対応の時は診療をお待ちいただくか、他の病院も紹介する場合があります。以上、応急診療所のご案内でした。続いて、こんな時には国民健康保険の届け出をお忘れなく。国民健康保険に加入するときや辞めるときは14日以内に届け出が必要です。本庁舎4階の国保医療年金課、また各地域センター、品川第一、大崎第一、大井第一、荏原第一、荏原第四、八潮の各地域センターで手続きをお願いします。保険料は資格を取得した日からかかります。加入の届け出が遅れますと遡って保険料が請求されます。ただし届け出前の医療費は全額自己負担となります。すべての手続きにマイナンバーが必要です。保険証の交付をお急ぎの方は本人確認ができるものをお持ちください。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの公的証明書以上のうち1点、または
郵便物、診察券、預金通帳、キャッシュカード、年金手帳、公共料金の領収書のうち3点です。外国人の方が加入する場合には、在留資格、在留期間に一定の要件があります。詳しいことはお問い合わせください。職場の健康保険に加入したときは、必ず脱退の届け出をお願いします。退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しいことは勤務先の担当者にお尋ねください。また70歳から74歳の方は、高齢受給者証も持参してください。次のような時には届け出をお願いします。まず、国民健康保険に入るとき、品川区に転入したとき、届け出に必要なものは、前の住所地で国保加入の方は本人確認ができるもの、職場の健康保険も辞めたとき、必要なものは職場の健康保険も辞めた証明書、子供が生まれたとき、必要なものは親の国民健康保険証、生活保護を受けなくなったとき、必要なものは保護廃止決定通知書。以上が国民健康保険に入るときです。辞めるときです。品川区を転出するとき、必要なものは保険証、転出証明書、職場の健康保険に加入したとき、必要なものは保険証、職場の健康保険証、亡くなったとき、必要なものは保険証、もしの金融機関の預金通帳、印鑑、もしの氏名を確認できるもの、改装御礼のはがきか葬儀社の領収書。なお、葬祭費の申請は国保医療年金課のみで受け付けます。辞めるとき続いて、生活保護を受けるようになったとき、届け出に必要なものは保険証、保護開始決定通知書です。その他としまして、区内で転居した、氏名が変わった、世帯主が変更、世帯が合併分離したとき、必要なものは世帯全員の保険証、差し替え交付になります。また保険証をなくしたとき、保険証が破れたとき、必要なものは本人確認ができるものです。以上、お問い合わせは本庁舎4階国保医療年金課資格係へどうぞ。電話は 5742-6676 番、ファックスは 5742-6876 番です。こんな時には国民健康保険の届け出をお忘れなくをお伝えしました。代わってボランティアコーナーです。品川区地域貢献ポイント事業についてご案内します。高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定するボランティア活動1回について1ポイントを差し上げています。年間50ポイントが上限です。貯めたポイントは区内共通商品券との交換か、福祉施設などに寄付ができます。事前にボランティアセンターや対象施設などで申し込みが必要です。登録者にははつらつカードを発行します。対象は区内にお住まいで、おおむね60歳以上の方。対象施設は区が指定する高齢者施設、障害者施設など、爽やかサービス、ホットサロン、支え合いホットステーションでの活動も含まれます。詳しいことはお問い合わせください。令和元年水色のはつらつカードをお持ちの方はポイント交換をしてください。12月末までの活動で貯めたポイントを交換してください。50ポイント未満の方の交換方法です。1月8日水曜日から2月29日土曜日午前9時から午後5時の間に、はつらつカード、水色のカードと印鑑を持って、大井 1-14-1 品川ボランティアセンターへお越しください。
50ポイントを貯まっている方の交換は随時受け付けています。また新しいカードをお送りします。現在はつらつカードをお持ちの方には1月から使用できるはつらつカードを12月中にお送りします。赤のカードになります。お問い合わせは品川ボランティアセンター、電話 5718-7172 番、ファックスは 5718-0015 番、または高齢者地域支援課介護予防推進係、電話 5742-6733 番、ファックスは 5742-6882 番、こちらへどうぞ。次はボランティア募集のご案内です。園芸ボランティア、高齢者施設で利用者と一緒に歌います。月曜日から土曜日の午後1時から2時、午後2時から3時、場所は東五反田2の五反田保育園ふれあいデイホーム。慶長ボランティア、こちら地域貢献ポイント事業の対象です。高齢者施設で利用者とお話をします。こちらは午後の時間帯で、日時は相談に応じます。1時間程度になります。場所は中延後のロイヤル中延。食器洗い、地域貢献ポイント事業の対象です。高齢者施設で食器洗いをします。月曜日から金曜日の間、週1回です。時間帯は午前7時から9時、午後0時半から1時半、午後6時から7時です。場所は上大崎さんの上大崎特別養護老人ホーム。昼食作り、こちら地域貢献ポイント事業の対象です。障害者施設で昼食作りのお手伝いをします。月曜日の午前10時から正午です。場所は西大井1のカモメ第二工房です。食事の配膳下げ膳、地域貢献ポイント事業の対象です。高齢者施設で食事中の利用者の見守りもします。月曜日から日曜日の間、午前7時半から8時半、月曜日、木曜日、金曜日、日曜日の午前11時半から午後0時半、月曜日から土曜日の午後5時半から7時です。場所は戸越1の戸越台特別養護老人ホームです。習字クラブのお手伝い、地域貢献ポイント事業の対象です。高齢者施設で簡単な指導、展示などをします。こちらは水曜日の午後1時半から2時半です。曜日の変更もできます。場所は南大井5のケアセンター南大井です。以上、このボランティア募集について、詳しいことは品川ボランティアセンターへどうぞ。電話番号は 5718-7172 番、ファックスは 5718-0015 番です。またホームページは shinasakyo.jp/volunteer/ です。さて、使用済みの切手、テレホンカード類、未使用のものも構いません。品川ボランティアセンターへ送ってください。住所は郵便番号 140-0014 大井 1-14-1 です。以上、ボランティアコーナーでした。変わってレッツスポーツです。キンボールスポーツ体験会交流大会のご案内です。1月26日日曜日、会場は東五反田 2-11-1 日野学園です。体験会は午前10時から正午まで、受付は午前9時半から9時50分です。参加費用は100円です。当日、運動のできる服装で参加してください。上履き、タオル、飲み物を持って会場へ直接お越しください。そして交流大会は午後1時から5時まで、こちらの参加費は1人200円です。
運営は品川区スポーツ推進委員会です。申し込み方法です。1月9日木曜日必着でスポーツ推進課また地域センターで配布します申し込み書を郵送または持参してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所第二庁舎6階スポーツ推進課地域スポーツ推進係です。電話番号は 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。次に障害者フライングディスク教室追加募集のご案内です。12月21日と2月15日いずれも土曜日、全部で2回、時間は午後2時から4時です。会場は南大井 1-12-6 南大井文化センター。対象は自分で身の回りのことと会場までの往復ができる知的障害のある小学生以上の方、定員は先着で10名です。申し込み方法です。スポーツ推進課などで配布します申し込み書を郵便番号 140-8715 品川区役所第二庁舎6階スポーツ推進課地域スポーツ推進係へ郵送あるいは直接お持ちください。こちら電話番号は 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。なお申し込み書は区のホームページからダウンロードできます。以上レッツスポーツでした。情報ファイルお知らせです。障害者福祉手当を支給します。12月20日金曜日ごろ受給者の口座に振り込みます。振り込み通知は年1回4月期に送付済みです。対象となり申請をしていない方はお問い合わせください。なお申請の時に65歳以上の方は原則として対象になりません。対象は次のいずれかに当てはまる方です。身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から4度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、戦傷病者手帳特別交渉から第4交渉、規則に定める特殊疾病に罹患している、精神の障害により1級の障害基礎年金などを受給している。以上の方が対象です。なお、児童育成手当、障害手当を受給している方、障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している方は対象になりません。また、所得制限額を超えている方は対象になりません。扶養のない方で360万4千円、この金額を超えている方は対象になりません。所得超過により対象で亡くなった方も翌年度以降の所得が制限基準内にあれば再び申請できる場合があります。詳しいお問い合わせは障害者福祉課障害者福祉係へどうぞ。電話は 5742-6707 番、ファックスは 3775-2000 番です。次に区民集会所における難聴の方などへの対応について、区民集会所では難聴の方などへの対応としてワイヤレス補聴援助機器を導入しています。利用ご希望の方は各施設の職員に声をかけてください。対象の施設は各区民集会所になります。品川第一、大崎第一、大崎第二、江原第三、江原第四、江原第五の各区民集会所。お問い合わせは地域活動課地域支援係へどうぞ。電話は
5742-6690 番、ファックスは 5742-6878 番です。第9回品川区長期基本計画策定委員会が開かれます。12月25日水曜日午前10時から正午まで、場所は区役所議会棟6階第一委員会室です。内容は素案答申です。傍聴人数は先着で10名です。傍聴方法です。当日午前9時から傍聴券を交付します。場所は本庁舎5階の企画調整課になります。お問い合わせもこちらへどうぞ。電話番号は 5742-6606 番、ファックスは 5742-6870 番です。第4回東京23区清掃一部事務組合議会定例会を傍聴できます。12月26日木曜日午後3時からです。定員は先着で30名です。傍聴方法です。当日午後2時から千代田区飯田橋 3-5-1 東京区政会館20階こちらへお越しください。会場になります。詳しいお問い合わせは東京23区清掃一部事務組合議会事務局へどうぞ。電話番号は 5210-9729 番、ファックスは 5210-9584 番です。変わりまして、西五反田保育園病後児保育室休止のお知らせです。西五反田 3-9-12 西五反田保育園病後児保育室は工事のため休止します。期間は1月4日土曜日から3月31日火曜日です。お問い合わせは保育課施設運営係へどうぞ。電話は 5742-6724 番、ファックスは 5742-6350 番です。飲料用自動販売機設置業者を募集します。場所は広町2丁目1番36号ほか、区役所第2庁舎2階食堂前ほか16箇所。選定方法は一般競争入札です。申し込み方法です。1月22日水曜日までに経理課で配布します参加要領を確認の上、入札参加申し込み書を本庁舎6階の経理課管財係へお持ちください。お問い合わせもこちらへどうぞ。電話番号は 5742-6640 番、ファックスは 5742-6873 番です。参加要領は区のホームページからダウンロードもできます。さて、生活にお困りの時はご相談ください。生活上の不安や困っていることを一緒に考え、状況に応じた相談支援も行います。開設は月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から5時です。祝日や年末年始を除きます。場所は第二庁舎3階の品川区暮らし仕事応援センター。対象は区内にお住まいの方です。生活保護受給中の方は対象外になります。お問い合わせは品川区暮らし仕事応援センター。電話 5742-9117 番、または生活福祉課相談係。電話 5742-6714 番、ファックスは 5742-6798 番です。品川介護福祉専門学校1月入試のご案内です。就業年限は昼間2年です。取得資格は介護福祉士国家試験受験資格。応募資格です。1、2、3とありまして、1は学校推薦。令和2年3月に高等学校を卒業見込みで高校長から推薦され、調査書評定平均 3.0 以上の方。2は自己推薦。3は一般入試で高校卒業か卒業を見込み、高校卒業と同等の学力があると認められる方。
選考日程です。1月19日日曜日です。選考内容です。書類選考と面接です。2の自己推薦と3の一般入試は作文があります。選考料は1の学校推薦は免除、2の自己推薦は6500円、3の一般入試は1万3000円です。詳しいことは品川介護福祉専門学校、図書館、地域センターなどで配布する募集要項をご覧いただくかお問い合わせください。場所またお問い合わせ先は西品川 1-28-3 品川介護福祉専門学校、電話番号は 5498-6364 番、ファックスは 5498-6367 番です。品川&早川ふるさと交流早川町民スポーツ広場利用申し込みについてご案内します。山梨県早川町で夏の合宿をしませんか？期間は7月18日土曜日から8月31日月曜日です。対象は区内のスポーツ団体。利用料金は1時間600円です。お申し込みは1月10日金曜日必着で、はがきまたはファックスでお願いします。申し込む際はスポーツ広場と明記し、団体名、種目、利用人数、代表者の住所、振り仮名をつけた氏名、電話番号、利用希望日、宿泊先を書いてください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所地域活動課市町村交流担当、電話番号は5742-6856 番、ファックスは 5742-6877 番です。なお利用希望日が重複した場合は抽選になります。11月5日から住民票に旧宇治旧姓が併記できるようになりました。11月5日から婚姻などで宇治に変更があった場合でも、従来称してきた宇治を住民票やマイナンバーカードなどに併記することができるようになりました。旧宇治を併記したい場合は本人確認書類のほか、当該旧宇治が記載されている戸籍謄本などから、現在の宇治が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本などが必要になります。詳しいお問い合わせは戸籍住民課住民移動係へどうぞ。電話は 5742-6660 番、ファックスは 5709-7625 番です。特別区職員採用試験23区合同説明会を開きます。各区組合の特色や魅力、求める人材などについて説明します。また技術専門職の個別相談ブースもあります。説明会は1月12日日曜日午前10時から午後4時を予定しています。会場は豊島区西池袋 3-34-1 立教大学池袋キャンパスです。当日直接こちらへお越しください。お問い合わせは特別区人事委員会事務局任用課採用係、電話 5210-9787 番、ファックスは 5210-9708 番。お問い合わせまたは人事課、電話 5742-6628 番、ファックス 5742-6872 番、こちらへどうぞ。国勢調査員を募集します。来年10月1日を調査期日として、日本国内に住んでいるすべての人と世帯が対象になる国勢調査を実施します。この調査へ従事する国勢調査員を募集します。従事時期は来年令和2年8月から10月です。職務内容です。調査対象への訪問、調査票やリーフレットの配布、記入依頼、回収、整理など。募集人数は100人程度。
報酬です。1調作あたりおよそ3万7千円から、交通費相当額込みの金額になります。受け持ち調作の数、世帯の数によって異なります。応募要件です。原則20歳以上で、選挙、警察に直接関係しない方ほか、詳しいことはお問い合わせください。お申し込み3月31日火曜日までに、地域活動課統計係で配布する申し込み書を、第二庁舎6階の地域活動課統計係へ事前連絡の上お持ちください。こちら電話番号は 5742-6869 番、ファックスは 5742-6750 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。なお、簡単な面談も行います。申し込み書は区のホームページからダウンロードもできます。シルバー人材センター女性会員募集のご案内です。保育補助や家事援助など資格がなくても活躍できる場がたくさんあります。まずはお問い合わせください。対象は区内にお住まいで健康で働く意欲のある60歳以上の方。年会費2500円です。お問い合わせはシルバー人材センター本部へどうぞ。電話は 3450-0711 番、ファックスは 3471-6187 番です。情報ファイルお知らせでした。おしまいは品川レポートです。赤ちゃんとの触れ合い授業。鈴ヶ森中学校で10月5日土曜日、大崎中学校で10月15日火曜日に行われました。中学生と赤ちゃんとの触れ合い授業が児童センター主催で開催されました。生徒が赤ちゃんと触れ合い、成長、発達、命の尊さや素晴らしさを学ぶとともに、健全育成につなげることが目的です。両イベントは温かい雰囲気に包まれ、参加者は交流を楽しみました。10月18日金曜日、子育てメッセが開催されました。キュリアンで品川子育てメッセ2019が開催され、およそ2000人が来場しました。子育て支援の団体や企業が出展し、情報交換や歌、トークショー、おもちゃや積み木で遊べる広場など、親子が楽しめる場となりました。10月19日土曜日、品川水族館のイルカの赤ちゃん、愛称ミントに決定。品川水族館のイルカプールで愛称発表会が開催されました。6月20日に生まれたバンドウイルカの赤ちゃんの愛称がミントと発表され、区からミントへ特別住民票が授与されました。同じく10月19日土曜日、エバラ観光フェア開催。エバラ観光フェア西小山物語は、品川が地元の町会や商店街、有志の方たちの協力のもと、西小山駅前で開催されました。西小山の魅力をイベントテーマの和を通じて伝える様々な企画であふれ、大いに賑わいました。10月5日土曜日、3000発の都市型花火が夜空を彩りました。天王洲公園、東品川海上公園で品川水辺の観光フェスタが開催されました。そしておよそ3000発の花火が打ち上げられました。10月26日土曜日、大井町イルミネーション点灯イベント開催。イルミネーションは区役所通りから JR 大井町駅西口までの欅並木と西口バスロータリー周辺の欅18本に設置され、駅周辺は幻想的な光に包まれました。イルミネーションは1月13日祝日までになります。10月18日金曜日から11月20日水曜日、品川区民芸術祭2019、
美術館で企画展中林忠義銅版画展腐蝕の旅路が開催されました。公開に先立ち行われた内覧会では中林さん自ら作品を解説する場面もあり、大勢の来場者が熱心に聞き入っていました。10月14日祝日から11月10日日曜日、アール・ブリュット展響き合う子ども心が障害児者総合支援施設で開催されました。会場には絵画、人形、陶芸や落ち葉で作られた動物など創造性あふれる作品が並べられ、大人になるにつれて忘れてしまった子ども心を楽しむ空間となりました。区内の出来事を区のホームページでは日々お知らせしています。品川レポートではその中からピックアップして掲載しています。品川レポートでした。今回の内容はこれでおしまいです。いかがでしたでしょうか。お役に立った情報などありましたか。アナウンス担当は真野目桃子と飯島正幸でした。ではまた次回まで、ごきげんよう。さよなら。